また明日も朝取材で早くて、今日も今時間が23時前、もうクタクタ。まあ大体ですね、このぐらいの時間になるとオフィスでも一人になるんで、ちょっと密かな楽しみとしてですね、こうやってもたがれ見てですね、パーツ探したりするんですよ。いやほんとね、内装いじりたいんだよね。20年から30年前ぐらいの車乗ってると、どうしても傷んでくるじゃないですか、いろんなところ。アルマイトのね、アルマイト塗装のパーツとか入れてみたりとかして、綺麗にこう仕上げ直したいなって思ってたりするんですけど、どうしようかな。なんかね、踏ん切りがつかないんだよね。何買えばいいんだろう。あ、昔取材行った店がすごい詳しかったな、内装パーツ。しかも小物いっぱい作ってんだよ。あ、もしもし。あ、お世話になってます、もたがれのヤマトです。ちょっとですね、今内装パーツのことでいろいろ悩んでまして、ちょっと山下さんのところいろんなパーツ作ってたよなと思って、見してもらえたりとかしないですかね。いや、なんかこんな時間に電話かけるのも恐縮なんですけど。え、行っていいですか、行っていいですか、本当によろしくお願いします。明日ちょっと YR アドバンスさんに行ってきてですね、内装のこといろいろ聞いていきたいと思います。モーターというわけでですね、ただいま朝10時、こちら後ろにもう映ってますが、ワイヤーアルアドバンスさんのところにやってまいりました。じゃあ行ってみるぞ。こんにちは。こんにちは。あ、どうもお久しぶりです。モーターズの大和です。お電話でちょっと相談した件なんですけど、はいはい、内装小物系ちょっといろいろ教えてもらえないかなと思って、はいはいはい、で、この WRX が言ってた WRX ですかね。そうですね、うちのデモカーで、はい、まあ、一通りにうちのオリジナル商品はついてますんで、はい、ぜひ見てください。そうですね、はい、当店の小物だと、はい、今よく出ているのこのエアコンリングダイヤルと、はいはい、セレクターリングダイヤル、これがよく出ますね。これも本当に脱着式なんで、こう本当にはめるだけで、え、めちゃめちゃ簡単じゃないですか。そうですね、取れないんですかこれ。これもう0コンマ1の計算までして作ってありますね。あ、そうなんですね、ちょっと触ってみていいですか。どうぞどうぞ。よいしょ。あ、でもなんか質感もいいですね、アルミだから。なんかちょっとこう触るの楽しくなりますねこれ。STI さんのロゴの色に合わせて作ったんですよ。ちょっとピンクがかったような赤というか、はい、うん、それにトータルコーディネートということで。なるほど。作った商品ですね。いや、でもこれバーって引いた時に、はい、このリングとかと、あとシートの色とかとも綺麗にマッチしてて。そうですね、なるべく合わせた色と。あ、ここもワイヤーアドバンスのロゴついてますけど、これもあのなるべく STI さんの色に合わせたステッカーですね。あ、そうなんですね。あ、じゃあこれつければこういうシフトパターンが書いてないので、まあ、のをつけてもそのまま車検通るよっていうことですね、はい、あれ、もしかしてこのミラーも。そうですね、これもミラーのカバーで、まあはめ込むやつで、ドライカーボンで、室内からだと分かりにくいけど外から見た時ちょっとドレスアップということで。これなんかあれですか、こうカーボン 3M かなんかのカーボン柄のシート貼ったみたいなものじゃないんですか。違いますね、これは本物のドライカーボンですね。あ、ドライカーボンなんですね。ドライカーボンでクリア済みと。じゃあ質感もバッチリですね。へえ、そのブースト系。そうですね、これはあのブースト系をつける A ピラーのメーターフードですね、はい、これは、はいはいはい、こっちはウェットカーボンになりますけれど、はい、カーボン製品で60倍のメーターがつけられるタイプですね。あ、じゃあもうお好みのメーターつけれるよと。そうですね、うん、取り付けとかってどういう感じになるんですか。ちょうどこの裏になるんですけど、ここにタッピングで止めるだけですね、はいはい、
ボルト で、こっち側は両面テープ。はいはいはい。まあ、どうしてもガタガタする人は念のためにこっち側もボルトで、ネジで留めてもらっても構わないです。だから見えないとこにネジがここについてるって形なんで、これをつけてしまえば、ネジもついてることが見えないんで。はい、なるほどですね。これもしかしてフロアマットも違いますか？そうですね。これオリジナルで用意しております。はい、赤もやっぱこう合いますね、車内に。全部で20通りぐらいの組み合わせができるようにいろんなパターンがあるんですよ。まあ在庫じゃなくてこれ受注センサーになってしまうんですけど、お好みで色が選べますと。あとこの厚みも3種類あって、一番いいグレードだと本当にカーペットみたいなふわふわ感があるやつとかもご用意してます。へえ、あ、そうなんですね。あ、じゃあもう本当にニーズに合わせて。で、選ばれると。へえ、厚みまで変えられるんですね。そうですね。他って何かありましたっけ？このメーターステーってやつですね。レーダーとかブーストコントローラーとかちょっと四角いメーターちょっとつけたいよっていう方に、はい、純正のメーターのところにここつけるステーですね。右用と実は左用もここにもあるんですよ。あ、こっちもつけるんですね。左右、そちらがどちらでもつけられる右側左用ご用意しております。あ、そうなんですね、うん、これで座った感じだとレーダー探知機のウィンブースト系が見えて、はいはい、視野もそんなに影響しないところに考えて用意してますね。はい、じゃあ運転席に座らせてもらいまして、イグニッションオンにしてみようと思います。よっ、おっ、ブースト系がついてナビとかがつき出した。あ、やっぱこのメーターの動きかっこいいな。シートベルトを着用してください。いいですね、この運転席座ってレーダーのこの位置とブーストの位置と。そうですね、低いのがいいですよね、全部が。そうですね、全体が低くしてあるんで。いいですね、この位置楽ちんで。結構やっぱこの辺のダイヤルリングとかも運転席から見るとさっきと見え方が全然違って、なんかやっぱちょっとこう触るのワクワクしちゃいますね。これ左足のフットレスのとこがこの車狭いと思いません？座ってみて。あー、確かにちょっとタイトですね。そうするとフロアマットが削れてしまうんですよ。はいはいはい。それでそれを削れないためにこうサイドマットって両面でマジックテープでつけるマットをご用意してますと、はい。じゃあ純正傷めないようにとっていうことなんですね。そうですね。おー、なるほど。じゃあちょっと小物の話もうちょっと聞かせてもらってもいいですか？そうですね、はい、じゃあちょっと次の話を、はい、あれ、WRX ってここドア開けてつきましたっけ？今回はこれスポットだけなんですけど、はい、うちの方で純正加工品ということでドアと連動するようにしてあります。え、あ、そうなんですか？ええ、だからこれ、はいはい、ドア閉めれば消えますと。ほんまや、あら、ドア開ければ連動しますと。ええ、スポット機能とハンドアの点灯と両方機能がついてますんで。なるほど、じゃあもう本当に普通の車のように使えるんですね。そうですね。はい、改めていろいろ見せてもらったわけなんですけども、ちょっと見てる方のためにワイヤールアドバンスさんが、どんなお店かっていうのをちょっとこう簡単に紹介していただけないかなと思いますが、まあライトチューンを目にしているお店なんですよ、はい、ただそれと別に、まあ、デモカーとしていろいろ車持ってるんで、うん、実際に私が乗っててこう欲しいなってパーツをいろいろ作ってるって形ですね、はい。なるほど。ちょっと他のメーカーさんと違うようなパーツが多いんで、はい、多分商品名だけ聞いた時に何ってこう首を引かれちゃうパーツが多いと思いますね。へえ、まあ、ダイヤルリング一つ取ったって最初からこうだから別にこうでしょっていう感覚でいると思うんですけど、なんでそこがこうちょっと違うなって見つけられるんですかね。自分自身も多分20台以上購入してるんですよね。そうなんですね。で、まあ、当然お客さんの車もよく見たり、あ、こんなものつけてる、はい、あんなものつけてるとか、やっぱりその情報量からして、はい、あ、こんな風になってるといいよね、あんな風になってるよね、いいよねとか、うん、多分そういうとこから来るんだと思いますよね。なるほど。じゃあそのいろんな車を見た知見があるからこういろいろ。そうですよね。ちなみにその内装とかそのインテリア部分をカスタムしていくところの面白さってどんなところだと思いますか？外装パーツっていうのは、はい、車の外から見なくちゃいけないから降りた時だけしかわからないじゃないですか、はいはい、長時間ドライブしている時には当然自分の目線に入るわけだから、はい、ね、見やすいパーツとか、うん、使いやすいパーツがあった方が、はい、楽しいと私も思いますよね。あ、うん、その視覚から来る満足度が上がるんですかね。そうですよね。だからうちの商品でも確かに機能性がなくて、はい、ドレスアップだけになってるパーツもありますから、うん、うん、そこら辺は
ドレスアップを目的にするのか機能性を目的にするのか、それはお客さんの好き好きかと思うんですけど、はいはいはい、やっぱり自分の車乗ってて楽しいって、または長距離走ってても楽ちんだとか、はい、ね、綺麗に乗りたいとかってやっぱりあると思うんですよね、はい、うん、山下さん的に一番こうお気に入りだなって思ってる製品ってあります？実はこうドレスアップでも何でもなくて、私が一番こう気に入ってるのはサイドマットなんですよ。あ、そうなんですね。フットレースの横にちょっとマジックテープで貼るだけなんですけど、はい、やっぱりこうミッション車なんで、うん、クラッチ踏む回数も多いんで、はい、あそこが汚れたり穴開いたりするのっていうのはすごく気になると思うんで、うん、はい、まあ我ながら作って正解かなと思ったパーツの一つですよね。なるほど、うん、破けたりとかっていうのは全然ないんですか？今のところうちの車はこれ D 型ですけど、はい、前期の A 型も乗ってたんですけど、はい、それからの使い回しなんで今5年ぐらい使ってますけど、はい、一応今のところ大丈夫ですし、値段も抑えてますんで、はい、まあ半分使い捨てかなとぐらいのつもりで使っていただいてもいいかなと。なるほど、今多分これを見て結構興味を持ってくれている人はいると思うんですよ。いると思うからな。いると思うんですけど、今日紹介してもらったのって大体いくらぐらいですか？大体物にもよりけりですけど、8000円から高くても1万5000円ぐらいになりで抑えてて。そんなもんなんですか？そうですね。安い。だったら全然なんか月々のお小遣いでやりていきますもんね。ちなみに今回紹介させていただいた商品も、もちろん買います。いつも元からさんにお世話になっております。ありがとうございます。こちらこそお世話になっております。実はですね、はい、このカメラのこちらになんかイケメンな感じの BRZ がいるんですけど、はい、これもなんか見せてもらえちゃって、もうぜひよろしくお願いします。いいですか？はい、次回 BRZ 編に行きます。ここまで見て面白いと思った人は、高評価およびチャンネル登録の方をお願いいたします。ワイヤーアドバンスさんの製品は概要欄の方に細かくいろいろ載ってますので、そこもぜひチェックしてみてください。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ次行ってみよう。